皆さんこんにちは。今日は私が最近読んだ中である意味一番笑った漫画を紹介します。その漫画はこちら、抜き足し。抜きゲーみたいな島に住んでる私はどうすりゃいいですか、です。今作は同名のアダルトゲームが原作で、それをコミカライズした作品になっています。私は原作のゲームは未プレイですが、設定やストーリーがかなりぶっ飛んでて、とても楽しんで読むことができました。さて、簡単に内容の紹介をします。物語の舞台となるのは島中どこでもプレイが可能なセイラン島。島の中では常に周りで誰かがプレイしています。もうこの時点でぶっ飛んだ設定ですね。主人公であるミサキちゃんはそんな風潮に馴染めず、未だ未経験です。そしてすでにこの本の作者で草が生えます。さて、この島では学校のホームルームの後はこうなります。私はもうこの時点で本作の継続購読が決定しました。思春期の高校生あたりが考えそうなネタを躊躇なく突っ込んでくるところが非常に素敵です。ちなみにこの島がこうなった原因は島民の減少を食い止めるための町おこしの一環とのことです。もっと他にありようがあるだろう。ちなみにこの島では低層を守ることが条例違反となるため、低層を守ろうとするものなら逆に風紀委員に取り締まられます。風紀委員ガチ切れすぎて草。しかしそんな風紀委員に対抗するレジスタンスも登場します。登場シーンが無駄にかっこいいです。そしてこのリーダーがレジスタンス活動をする理由がアホらしすぎて笑えます。その理由は皆さんにはぜひ読んで確かめていただきたいです。そして主人公のミサキちゃんもこのレジスタンスと行動を共にするようになるというストーリーです。さて、本作はアダルトゲームが原作だけあってエチエチなシーンがてんこ盛りです。コミカライズ担当の豆おじたん先生の画力も相まって非常に魅力的なキャラクターが多数登場します。しかし本作の魅力は何と言ってもその魅力的なキャラクターたちが織りなすアホらしくも笑えるストーリーとセンス抜群のセリフ回しです。本作は設定上常にエチエチシーンが描かれていますが、ストーリーが面白すぎて読む手が止まりません。単語一つとってもセンス抜群で、よくここまでうまいこと思いついたなぁと感心します。しかしそこはさすがの豆おじたん先生。エチエチで可愛い女の子を描かせたらそれはもう凄まじいです。先ほどは手が止まらないと言いましたが、エチエチシーンが主体のページではやはり興奮度マックスにならざるを得ません。皆さんにお見せできないのが残念です。以上、作品の簡単な紹介でした。本作はストーリーも面白く、主人公のミサキちゃんも超可愛いです。どちらを目的にして読んでも間違いなくおすすめできる作品なので、面白い漫画をお探しの方はぜひ読んでみてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。